それでは計算基礎学1の第4回の授業を始めます。前回はですね、このような内容で授業を行いました。まず符号なし多倍調整数の表現について説明をしまして、で、CPU のレジスタについて紹介をいたしました。で、それから多倍調整数の加算の原理ご紹介した上で、アルゴリズム、擬似コード、制御構造といった内容について説明をしました。で、最後に符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムを紹介しました。で、今日はですね、今回は次のような内容で行いたいと思います。まず計算量の概念について説明をします。それからそれを踏まえて多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行います。で、それに続いて一変数多項式の表現について紹介しまして、一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量について説明したいと思います。それではまず今日はですね、計算量の話から入っていきたいと思います。テキストをお持ちの人は10ページから参照してください。で、この計算量をですね、英語で言うとコンピューテーショナルコンプレクシティ、計算の複雑さとも言いますけれども、これはアルゴリズムの効率を測る上での指標の一つとして使われています。で、この計算量には2種類あります。1つは時間計算量、もう1つは空間計算量と呼ばれるものです。で、まず時間計算量ですけれども、これは英語で言うとタイムコンプレクシティというふうに呼ばれます。で、これは必要な計算のステップ数を表すもので、そうですね、パッと考えて、この計算のステップが小さい方が、計算が早いだろうという評価はできるかと思います。で、もう一つの空間計算量、スペースコンプレクシティですけれども、これは計算に必要な記憶容量を表すものです。これはですね、例えば同じ計算をする上でもですね、例えば皆さんが持ち歩く携帯電話は そんなにメモリー量小さくもないかもしれませんけれども、もっと小さな、例えば何でしょう、例えば自動車の電子ロックのような、そういう 手にひらに入るような小さい機器ですと、その搭載されるメモリー量も限られてきます。そうすると同じ計算をするにしても、その限られたメモリーの中でその計算が実行できる必要がある、そういう場合もあるわけですね。そういう時に、こういう空間計算量という指標で、アルゴリズムで使えるものを選択すると、そういった場合もあります。で、今回はですね、主にこの時間計算量の方の、で、アルゴリズムの性能を見積もるという話を進めていきます。で、時間的な計算量の表し方ですけれども、これは、全近記法を使って表すことが一般的に行われております。今はですね、この t というのを自然数から比符の実数への写像とするんですけれども、この計算量というのはこの t という関数を使って表すわけです。で、この時にそのパラメータとして変数として取る n というのがですね、入力のサイズに応じて決められる変数です。で、このサイズというのが何を指すかというのは、そのアルゴリズムの内容や性格によって異なってきますけれども、例えばアルゴリズムに入力される数値の大きさであったりですとか、桁数やワード数、もしくは多項式を入力とするアルゴリズムであれば、多項式の次数といったものが入力のサイズとして扱われます。で、そのですね、全近記法を用いたアルゴリズムの比較なんですけれども、ちょっと例を出しますと、例えばアルゴリズム1と2という2つのアルゴリズムがあってですね、これらの2つの時間計算量を比較することを考えてみましょう。で、そこで t の1というのをアルゴリズム1の時間計算量、それから t の2というのを、アルゴリズムの時間計算量としまして、で、これがそれぞれ入力のサイズ n の関数として表されているわけですけれども、仮にですね、t1 っていうのが an、すなわち n の一次多項式で、a は正の定数と、それから t2 っていうのが
bn 二乗で b は正の定数で n 次 n に関する二次関数という場合を考えてみましょう。でこういう2つの関数を比べた場合、まあ、皆さんならすぐパッと差しがつくと思うんですけども、これはある n の時点でこの t2 の方が t1 を追い越すことが分かるかと思います。なぜかというと、t2 が二次関数で t1 が一次関数ですから、二次関数の方が一次関数よりも、まあ、n がどんどん大きくなっていけば全近的に増加はどんどん大きくなると。t1 よりも大きくなるということが分かると思います。このようにその全近的な振る舞いを見て、その、まあ、この場合はその t2 の方がですね、t1 よりも全近的には計算量が大きくなるという判断をすることになります。まあ、その他の例としましては、この時間計算量の関数としまして指数関数が現れたりとか、それから対数関数が現れたりということもあります。あと、まあ、先ほどの例で使ったのはこの多項式ですね。多項式で表される関数もよく出てきます。で、その時間計算量の表記をするのにですね、この全近記法というのが使われますけれども、これは一部はですね、皆さん微積分の授業などですでにやったランダウの大記号ですね、あれも含むものです。で、まあ、一部はですね、あまりこの数学、純粋数学の授業では見かけないものかもしれませんが、一応今回は5種類のこの全近記法を紹介しておきます。でまず、1つ目がラジオですね。これは全近的上階と呼ばれるものです。でそれから2番目はスモールオーと呼ばれる記法。で3番目はラジオメガ。これは全近的下階と呼ばれるものです。で4番目はラージシータですね。これ大文字のシータです。それから5番目がオメガと呼ばれる記法です。一応これを一通り紹介していきます。まず最初に、ラージオの全近的上階ですけれども、これは微積分の授業などでも扱われたラージオと同じ定義です。と、ここではその、FN という GN という関数を比べたときに、その FN が、GN がですね、GN が、FN のオーダーに等しいという、言い方をしますけれども、これはどういうことを言っているかというと、まあ、ある、正の実 C と、それからですね、それからあと、正の自然数 N0 が存在して、で、N0 より、N0 以上、N が N0 以上になった場合には、この GN というのが FN の C 倍で上から押されるというものです。ちょっとこれグラフで書いたのはこんな感じなんですけれども、まあ、これ、FN、GN とどちらも N の関数でして、で、まあ、N が N0 までの振る舞いはとりあえず気にしないんだけれども、N が N0 以上のときには、その GN というのは、この FN の定数倍で上から抑えられますよということを言っております。まあ、これがラージオの定義です。で次に、スモール O はですね、これは微積分では高位の無限小などと呼ばれて使われている言葉ですね。とこれは GN がスモール O の FN に等しいということは、その、まあ、論理的にはこういう論理式で書くことが、定義式書くことができますけれども、まあ、同値な意味としては、その FN に比べて GN の方がより早く、こう、ゼロに近づくと。いうことを示しております。次のラージオメガ、これは全近的下階というのを言っておりまして、その意味としてはラージオの反対というか、ラージオは上階で抑えてたんですけど、ラージオメガはこの下階で抑えるという関数になっております。でどういうことを言ってるかというと、GN が FN のラージオメガに等しいとは、ある正の実数 C とそれから自然数 N0 が存在して、 N が N0 以上であれば、この GN がですね、この GN という関数が C 倍の FN で下から抑えられるということを言っております。ですので、まあ、計算量をある意味この下から抑えるという評価を与えるのがこのオメガの記法です。で4番目のラージシータの記法はですね、これは実は、ラージ O とラージオメガですね、
上階と下階の両方で上と下から同時に押さえるという前近記法です。で、この GN が、FN のラージシータに等しいとは次のことを言うんですけれども、まあ、ある正の実数 C1、C2 が存在して、それから自然数 N0 が存在して、で、N が N0 以上ならば、この GN がですね、この GN が上からは FN の C2 倍、下からは FN の C1 倍で抑えられますよと。だから上下から同時に抑えられますよということを言うのが、このラージシータの記法です。で、最後に、ラージオメガはですね、これは、発散の度合いを表す指標になっておりますけれども、GN が FN の、オメガに等しいとは、定義式はこのようにありますけれども、同値な表現としては、その、N をどんどん大きくしていったときに、FN に比べて GN の方がより早く発散するということを言っているのが、このオメガの記法です。ということで、以上ですね、この前近記法を紹介しましたけれども、大体は、主に使う前近記法は、ラージオーと、それから、ラージオーですね、ラージオーと、それから、ラージシータが主体になるかと思いますが、どちらも、微積分の授業では一度扱ったことがあると思いますので、その時のこともちょっと思い出しながら、確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。